今夜は東京日本橋にあります福の根のアイママと乾杯です。乾杯。盛り上がってますね。いやー、愛ちゃんすごいじゃないこのお店。ありがたい限り。なんかこうスナックって感じがしないんだよね、このカウンターが。すごいで言われます。お寿司屋さん。奥にはちょっとね、テーブル席あるんだけど、ずらーっと横並びになってるっていうのが、面白いお店。さあ早速ね、ちょっと情報をお願いします。はい、お店をやるなら下町。下町。これはなぜこの人形町を選んだの？いや、下町の方がやっぱこうお客様が温かいというか、繁華街よりやりやすいかなと思って。どうですか、実際人形町でやってみて。やっぱりこう周りの居酒屋の方とかの協力もあるんで、やっぱり良かったなって思います。なるほどね、そりゃそうだよね。まあなんかすごいいい旦那衆がいそうな。旦那衆っていうのは、あの匂いじゃないからね。大衆の衆だから、大衆の衆も匂いじゃないかっていう話。まあそっちじゃないんだけど、ね、はい、じゃあ続いてお願いします。はい、行きますね。酒が喜ぶ酒の魚はいかがということですけども。おー、それはどういう心なの。それは主演さんっていうあの老舗の有名なところあるよ、漬物屋さんを毎日こうお客様にお出しするっていう。そうなんですか。どれだっけ、主演図少々も。あ、これかな。あ、出た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 。お、なんだこれは、何の漬物だ。ね、柚子大根と赤かぶの、赤かぶ。あー、やっぱり違う違う、もうシュエ作ったら他の漬物食えない。わかります。そうね、美味しいよ。やっぱりしてていい。本当だ。自分でぬか床作ってみるとかそういう考えはないの。いやー、で毎日が苦手なんですけど、結構ズボラなんで。どうですか。さあ続いて、このカウンターが広すぎて、でんでんでんじゃんですね。一目ぼれしたはいいんですけど、いや、まあ、そんな距離はないんだよ。だけどやっぱ初めて来るとちょっとこれがあるかなって思います。構えちゃうかな。でもね、こうやって横で並んでさ、横同士で喋ってるのも面白いよ。そういうことだよ。お客様同士がやっぱ仲良くなってくれると、よかったなって、すごい安心しますね。そういうことだよな。それをつなげるのはあなたですよ。頑張ります、ね。縦の糸と横の糸をつなげるのはあなたじゃないですか。さあ今日は何を歌ってくれるの。糸で。さあ、愛ちゃん、頑張ってください。ありがとうございます。はい、福の音を鳴らすのはあなた。福の音を鳴らすのはあなた。ありがとうございます。よろしく。じゃあもう人形町のナンバーワンになってくれ。頑張ります。じゃあまた来るから。じゃあね。ありがとうございます。よし、我々は上に行くから。行きます。ありがとうございます。